早かった？うん、ほんの少し前。じゃあお父様は？うちでお仕事。昨日までの原稿はまだできなかった。そう。ねえ、おじ様の島のとこにちょいちょい虫が食っちゃったんだけど、活用しないと治らないかしら。でも文ちゃんが島のズボン履いたらおかしくない？なんだっていいのよ、膝から下切っちゃって。どう？それは治るでしょうけど。やってみてよ、これ。言ってらしたの？ちょこちょこっとでいいのよ、どうせすぐダメにしちゃうんだから。お尻のとこ二重にしといてね。またご一緒かと思って新橋でちょっとお待ちしてみたんですけど、一電車遅れまして。お待たせいたしました。皆様どうぞ。ないかい？あ、ありました。フリードリッヒリスト。やっぱりセットはありませんね。 LEST。 そうだろ、 LEST のリストは音楽家の方だよ。1811年から1886年。伝統会社です。メートル拝見します。ああ、どうぞ。踏み台貸してください。ああ、どこです？廊下にあるんだがね、はしご旦那したの。すまんね。いえ。あ、どうも。先生、リストってのはほとんど独学だったんですね。ああ、それでて歴史派の経済学者としては大したもんだったんだ。官僚主義が大変嫌いな男でね。三キロ超過です。声をってきます。あ、ご苦労さん。う、今までのとこ何枚ぐらいなのかな？12、3枚ですね。そうか、あと6、7枚だね。
ただいま。ただいま。ああ。服部さんいらっしゃい。お邪魔してます。お先生。ええ。すいません。助かっちゃった。いや。おばさんは。今日お急ぎなんですって。まっすぐお帰りになった。お茶入れてくれよ。はい。服部さん、ゆっくりしてらしてよろしいんでしょ。いや、今日はおいとまします。いいじゃないの。明日だったら私も一緒に東京行くわよ。なんだい、東京。病院。それからお父さんのカラーも買ってきたいし。あ、先生。いつかの麻雀、臨床解剖、やっぱりズモの点はつかないんだそうですよ。そうかい。じゃあ、8本16本だね。ですからやっぱりトップは僕だったんですよ。おい、のりこ。のりこ。せいさんいないかな。なんかごよ。ちょっと見といてよ。いいちゃんやろう。もうおかけになったの。うん。あと少しなんだ。ダメよ。おい。おい。おい。お茶お茶。原稿を持ってきてくれない。ええ、大丈夫よ。うん。やろうか。うん、大丈夫。帰りしもと同じ。うん。教授会でもなければね。気をつけて行っといね。ええ。Thank you.
おじさま。いや、いつ出てらしたの。昨日の朝来たんだよ。太ったね、のりちゃん。そうですか。うん。どこ行くんだい。買い物。一緒に行こうか。おじさま、ご用は。いや、もういいんだ。いいの。おお、やってるんだね、英語店。行ってみようか。私、ミシンの針買いたいんだけど。どこだい。行こう行こう。疲れたろう、のりちゃん。でも行ってよかった。私、上の久しぶりよ。うん。でもなんだね、ひどいやつがいるもんだね。銅像の頭に止まってる鳩を空気中で撃ってるやつがいたじゃないか。あれじゃまるでウィリアム鳩だ。お前どうさん、昨晩、茂野先生お見えになりました。そう、茂野まだいたの。え、なんでも今朝の休校でお帰りになるとかって。そう、うん。ああ、これソミアの娘だよ。どうなんすか、お立派にお前になって。あの、西方町の自分におかっぱでいらっしゃったお嬢さん。ああ、そうだよ。そうですか。先生にはいつもご指摘になっております。そうですか。いらっしゃい。お疲れしますか。ああ、のりちゃん、どうだい一つ。うん、私いただかないの。じゃあ何かもらうか、それとも先に飯にするかい。うん、まだいいわよ。お酌してあげましょう。うん、そうかい。何かもらおうか。え、ただいま。ねえ、おじさま。うん。おじさまね。なんだい。奥様をもらいになったんですってね。もらったよ。美佐子さんがおかわいそうだわ。どうして。だってやっぱり変じゃないかしら。そうでもなさそうだよ。うまくいってるらしいよ。そうかしら。でもなんだか嫌ね。何が。今度の奥さんかい。うん、おじさまがよ。どうして。なんだか不潔よ。血汚らしいわ。汚らしい。ひどいことになったな。汚らしいか。どうだい。ダメダメ。どうかい。ダメかい。これは困ったな。はい。そうかい。不潔かい。そうよ。これは弱ったな。ただいま。お客様よ。誰。いや、よう寄らないで帰ろうと思ったら銀座でのりちゃんに会ってね。今度は何だい。うん、また文部省だよ。お父さん、お土産。おお、これどこにあったい。うち中探してもないはずよ。はい。ああ、滝川か。行ったのかい。うん、今日はのりちゃんすっかり付き合わさしちゃったよ。おじさまもっと召し上がりたいんでしょ。ああ、いいね。あるのかい。え、熱くしてね。はい。お前どうだったい。キッチン15に下がった。そうかい、そりゃよかった。もうすっかり元気だな。うん、やっぱり戦争中無理に働かされたのがたたったんだね。その上、たまの休みには買い出しで芋のごろっかめもしょってきたからね。
ひどかったな、痛むわけですよ。何にもございませんのよ。すまないね、のりちゃん。おう、教頭の方、みんな達者かい、奥さん。ああ、悪いもんもらっちゃったよ。何が？のりちゃんにね、大変不潔扱いされちゃったよ。誰が？俺がだよ。汚らしいって言われちゃったよ。ねえ、のりちゃん。そうよ。ミサちゃん、元気かい？ああ、あいつもね、どこで聞いてきたのか、結婚は人生の墓場なりなんて言いやがってね。24までお嫁に行かないって言われるんだよ。そう言われりゃなるほどそんな気もするしね。まあしょうがないと思っているんだよ。のりちゃんどうなんだい？あいつもそろそろ何とかしなきゃいけないんだがね。七だね。少しぬるいな。あ、じゃあいい、後の熱くして。はい。ここ海近いのかい？歩いて14、15分かな。割に遠いんだね。こっちかい海？いや、こっちだ。八幡様こっちだね。いや、こっちだ。東京はどっちだい？東京はこっちだよ。すると東はこっちだね。いや、東はこっちだよ。昔からかい？おう、そうだよ。こりゃ頼朝公が幕府を開くわけですよ。両替剣の地だよ。大丈夫ですか？疲れませんか？平気よ。私はどっちだと思いになる？そうだな、あなたはやきもちなんか焼く人じゃないな。ところが私やきもち焼きよ。そうかな。だって私がおたくあん切るといつもつながってるんですもの。それはしかし包丁とまな板の相対的な関係で、たくあんとやきもちの間にはなんだ有機的な関連はないんじゃないですか？そうじゃお
つながったお宅は。たまにはいいですよ、つながったお宅はもう。そう。そりゃ昔から見りゃ今時の若い人はずいぶん変わったもんよ。ゆうべのお嫁さんだってお里は相当なんだけど、出てくるごちそうをあらまし食べちゃうし、お酒も飲むのよ。うん、真っ赤な口してお刺身ペロッと食べちゃうんですもの。驚いちゃったわ。楽さ、久しくなかったんだもの。だって私なんか胸がいっぱいでお色直しの時おむすび一つ食べられなかったもんよ。今なら食べるよ、お前だって。まさか。でもなってみなきゃわからないけど。そりゃ食うよ。そうかしら。そりゃ食う。そうね。でもお刺身まじゃ食べないわよ。いや食うよ。そうかしら。そりゃ食う。でもメソメソされるのも困るけど、あーしゃしゃ行かれちまっちゃ親だって育てがいないわね。それはまあご時世でしょうがないさ。のりちゃんどうなの。あれだってメソメソなんかしやしないよ。いいえさ、お嫁の話よ。もう体の方すっかりいいんでしょ。ああそれはいいんだがね。本当ならもうとうに行ってなくちゃ。うん、あの人なんかどうなの。ほら誰。兄さんの助手の。ああ服部かい。どうなのあの人なんか。うん、いい男だがね。のり子がどう思ってるか。なんともなさそうだよ。大変当たり前にあっさり付き合ってるようだがね。そりゃ分からないよ、そんなこと。お腹の中で何を持ってるか。そうかね。そうよ、そういうもんよ。今時の若い人たちですもの。そうかね。一度聞いてごらんなさいよ。誰に。のりちゃんによ。なんて。服部さんどう思うって。なるほどね。じゃあ聞いてみようか。そうよ、そりゃ分からないもんよ。うん、案外そんなもんよ。うん、で電車。いや、座れた。おばさんとこで名付けもらってきた。カバンに入ってる。あ、そう。28日ペンクラブですって。うん。おう、カントリークラブでやるのか、今度は。今度の土曜よ。うん。うち、服部さんいらしたのよ。いつ。お昼ちょっと過ぎ。すぐご飯召し上がる。ああ。散歩に行ったのよ、自転車で。服部とかい。いい気持ちだった、七里ヶ浜。服部、なんだっけ。別に。おい、のり子、タオル。はい。自転車、二人で乗ってたのかい。まさか、借りたのよ、せいさんとこで。
多分もうないぞ。そう？おび。今日はよかったろ、七里浜。ええ、茅ヶ崎の方まで行っちゃったの。そうかい。なんか黒いもの。うん。お前、服部さんどう思う？どうって？服部だよ。いい方じゃないの？うん。ああいうのは、テイストとしてどうなんだろう。いいでしょ、きっと。いいかい？優しいし。そうか、そうだね。私好きよ、相方。おばさんがね、どうだろうって言うんだけど。何が？お前をさ、服部に。なんだい？どうしたんだい？だって服部さん奥さんおもらいになるのよ。もうどうかで決まってんのよ。とても可愛くて綺麗な方、大事だ。私を3年したの。そうか。いずれお父さんにもお話あるわよ。その方よく知ってんのよ、私。そうか。お祝い何あげようかと思ってんだけど。そうかい。結婚すんのかい、服部。ねえ、何がいい？決まってたのかい、お嫁さん。ええ。先生からいただくなら、何か記念なのもいいな。でもせいぜい2、3000円までのものよ。高くて。何がいいかな。ある？そんなもの。ありますよ。考えますよ。お二人でね。そうしましょう。まあ。ねえ、のりこさん。岩本真理のバイオリン聞きに行きませんか？いつ？今日。切符があるんですかね。いいわね。私のために撮ってくださったの？そうですよ。本当？本当ですよ。そうかしら。でも様子は恨まれるから。いいですよ、行きましょう。いやよ。恨みませんよ。でもよしとくわ。つながってますね、おたくは。そう、包丁がよく切れないの。
誰？おじさま？あやちゃんか。ええ。いや。こんばんは。いや、大がり。え、のりちゃんは？もう帰ってくるよ。まあ、わがり。さあ、こっちおいでよ。ええ。さあ。葉山の姉のところ行ったもんですから。あ、そう。あやちゃん、近頃盛んなんだってね。何がですの？なかなか忙しいんだって言うじゃないか。そうでもありませんわ。二人だけなんだって？タイピスト。タイピストって言うんじゃないのよ。ステノグラファーよ。ああ、そうか。それは失礼。じゃあ、英語の作曲もやるんだね。やるわよ。偉いんだね。偉くもないけど。いや、偉いよ。じゃあ、もうお小遣いには困らないね。ええ。まあまあね。そうかい。その後、あれかい。お父さん、お母さん、何とも知らないかい。何を？お嫁の話。ええ。こんとこしばらく。いい塩梅。一度でもコリコリかい。何？結婚？うん。そうでもないけど。なんとか言ったね。誰？ほら、前の。ああ、ケン。ああ、ケン吉君か。会わないかい、その後。ええ、一度も。会ったらあやちゃんどうする？睨みつけてやるわ。そんなに嫌かい？逃げ出しちゃうわ。とっても嫌い。そうかね。ただいま。おかえりなさい。どうしたい？しびれ切れちゃった。え？来てたのあや。うん、ただいま。あ、おかえり。おじさまと懇談しちゃった。泊まってくんでしょ？うん、2階かな。お前ご飯は？いいの。お父さんもお済みだったでしょ？うん、俺は食った。行こう。いや、のりこ、この間のクラスからどうして来なかったの？大勢来てた。十四号に津田姫も来たわ。あ、村瀬先生もいらしたの。相変わらず口角を合わせ飛ばしてた。椿だらけ。それがみんなお紅茶入んのよ。だから周りの人誰も飲まないの。私は遠くにいたから飲んだけど。あの人来た？ほら、誰？学校出てすぐお嫁に行った。ああ、池上さん。うん、来たわ。ずるいのよあの人。椿姫がお子さんおいくたりって聞いたら、3人でございますって済ましてんの。本当は4人いるのよ。1人サバ読んでんの。もう4人。うん、そうなのよ。それから助そうだらね。あ、篠田さん。あの人、放送局辞めてお嫁に行くんだって。どこへ？三河島第一派。本当？なんかそんな気がするじゃないの。あ、どうも。うん、パンに紅茶だ。おじさま、すいません。いや、これでいいのかな。あ、お砂糖がない。あ、そうか。いいのよ、お父さん。私取りに行きますよ。そうかい。じゃあ、お父さん先に寝るよ。あやちゃん、おやすみ。おやすみなさいませ。おやすみ。おやすみ。食べる？パン持った後で。うん、ちょいとスプーンもないじゃないの。そうなのよ。あの人来てた？渡辺さん。あ、クロちゃん来なかった。あの人今これなんだって。ラージポンポン7ヶ月。ふーん、あの人いつお嫁に行ったの？まだ行かないのよ。まあ、やだ。やだって仕方がないわよ。すべては摂理よ、神様の。もうあんたと広川さんだけよ、お嫁に行かないの。そう？いつ行くのよ、あんた。行かないわよ。行っちゃいなさいよ、早く。いやよ。行っちゃえ、行っちゃえ。何言ってんのよ。あんたにそんなこと言う資格ないわよ。あるわよ。
終わりよ。ないない、出戻り。あるある。まだワンなんだ。これからよ、人打つの。あんたまだ人打つつもり。そうさ。第一回は先金の失敗だもん。今度はいい球打つわよ。いっちゃいなさい、あんたも早く。何笑ってんのよ。真面目な話よ。ねえ、ちょっとあんたパン食べない？パン、あとあと。お腹が空いちゃった。行ってもいいの。じゃあ私だけ食べる。私も食べるんだ、実は。じゃあ支度してくるわね。ちょっとジャムない？ん？あ、持ってきて、少し。どっさり、実は。そう。どうして野球しないの？喧嘩でもしたの？ブーちゃん、何怒ってんのよ。ここなんだよ、エナメル。何のエナメルさ？バットだよ。ああ、赤バットにしたの。そうだよ。あらあら、どうかエナメルだよ。怒られるわよ、お母さんに。もう怒られちゃって。泣いたんだろ。泣きゃしねえ。あっち行け、のりこ。ゴフのり。なんだよ、ブー。泣いてくせに。なに？くっつけちゃうぞ。あっち行け、ゴフのり。なんだよ、ブー。のりちゃん、お客様お帰りになって。今お帰りになると、ちょっと来てよ。あ、こら！外出ちゃダメよ、今日。あの、これソミアの娘のノリコです。こちら美和さん。美和でございます。いつも北鎌倉で。まあ大変長いことお邪魔申し上げまして。はい、どういたしまして。いずれまた。ごめんくださいました。失礼申し上げました。ノリちゃん、ちょっと。ちょっとそこ座ってよ。何おばさん。うんね。あんたもそろそろお嫁に行かなきゃならない時だし。ああ、そのこと。いいのよ、おばさん。よくはないわよ。お座んなさいよ。実はいい人があるんだけど、一度あんた会ってみない？佐竹さんって東大の理科出た人で、お家は伊予の松山の旧家なの。今丸の内の日東河川にお勤めでね。その方のお父さんも戦争前までそこで重役してらした。年も34で、あんたとはちょうどいいし、お勤め先でもとっても評判のいい方なのよ。どう？ほら、なんとか言ったっけ、アメリカの、ね、この間来た野球映画のさ、あの男、ゲリー・クーパー。そうそう、クーパー君。あの男に似てるの。口元なんかそっくりよ。この辺から上は違うけど。
ねえ、どう？一度会ってみない？本当に立派ないい人よ。ねえ、どう？私まだお嫁に来たくないのよ。まだってあんた、どうしてさ。どうしてって、私がお嫁に行くと困んのよ。何が？お父さんよ。私はもう慣れてるから平気だけど、あれで変に気難しいところもあんのよ。私がいなくなるとお父さんきっと困るわ。困るったってあんたしょうがないわよ。だけどお父さんのこと私が一番よく知ってんのよ。でもお父さんはお父さんのこととしてあんたはどうなのさ。私それじゃ嫌なの。そんなこと言ってたらあんた一生嫁に来やしないよ。それでもいいの。ねえのりちゃん、さっきの三輪さんね、お父さんにどう？どうって？あんたがいなくなりお父さんも困るだろうし、どうせ誰かに来てもらうならあの人なんかどうかしら。ちょっともう一度ここへ来て座ってよ。あの人もいいお宅の奥様だったんだけど、旦那さんも亡くして子供さんもないし気の毒な人なのよ。ねえ、どうかしら。しっかりした人だし好みもいいし。その話お父さん知ってらっしゃるの？この間ちょっと話はしてみたけど。お父さん何とおっしゃって？ふんふんってパイプ磨いてたけど、別に嫌でもなさそうだ。だったら私にお聞きになることないわ。でもあんたの気持ちも聞いておきたいしさ。どう？いいんでしょ？お父さんさえよかったら。おかえり。どうだったよ、おばさんとこ。別に。お風呂沸かしてもらったよ。今ちょうどいい。何だったよ、おばさんとこ。どうしたんだい？どうかしたのか？どこ行くんだい？おい。買い物。
ごめんなさい。いや。あれまあ、今日はどなたさんもお留守でしたよ。皆さん朝からお出かけで。あ、そうですか。お能へ行くとかってせいだってね、出かけて行きなせましたですよ。あ、そうですか。じゃあ、お帰りになったら、これを。はいですか。かしこまりましたです。俺に伺ったと言ってください。はいですか。お気の毒さんでしたよ。じゃあ。ごめんなせまし。一部巻きでも割っておっかな。ああ、なんだ、見てみなや、これ。あれ、服部さんだな、これ。この人、のりこさんの旦那さんになると思ってたんよ。ほんとだ。めことずつもんだね、うん。そっくりだね。うん、嫁さんも、べっぴんさんだしよ。うん、oh.
今日の脳はなかなか良かったよ。滝川でご飯でも食べて帰ろうか。どうする？私ちょっと寄り道がある。どこだい？いいの？帰り遅いのか？わからない。待たせて。ちょいと手が離せなかったのよ。ショートケーキをされてたの。バニラ少し入れすぎちゃった。でも美味しいわよ。あっちの部屋かな。さあ行こう。冷たい手してんのね、あんた。ふみ、あ、今のお菓子ね。あっちの部屋持ってきて。どうしてそんな気になったのさ。ねえ、どうして？ただなんとなしに。食べない？うん。ねえ、難しいもの？何が？ステノグラファーになるの。それは大して難しいもんじゃないわよ。私だってやってんだもの。ね、食べない？おいしいわよ。だけど、あんた今からそんなことしてどうするつもり？ねえ、どうするつもりなの？だから、ただなんとなしに。なんとなしにやられちゃかなわないわよ。私だって、ケンがあんなやつじゃなかったら今自分こんなことしてやしないわ。出戻りで敷居が高いから始めたのよ。あんたなんかさっさとお嫁に行けばいいのよ。そんなこと聞いてはしないわよ。聞いてなくたって教えてあげんのよ。教えてほしくないわ、そんなこと。いいから、ただなんとなしに行っちゃいなさ。食べないの？欲しくないの。おなんなさいよ。食べたくないの。おいしいんだったら。たくさん。何さ、これくらい。私がこさえたんじゃないの。わがんなさいよ。嫌なの。おわがんなさいったら、無理だって食べさせるわよ。嫌なのよ。何さ、ヒス。嫌ならいいわよ。だからあんた早くお嫁に行きゃいいのよ。どこ行くのよ。帰る。帰る？本当に帰るの？あんた泊まっていくんじゃなかったの？泊まってらっしゃいよ。
ただいま。おかえり。どこ行ったんだい。あやんとこ。おい。おばさんとこから手紙が来たんだがな。土曜日にお前に来てくれって。あさって。アラマスの話はこの間言ったと聞いたんだろう。一度会ってごらん。その人も来るんだそうだ。その話お断りできないな。まあ一度会ってごらん。嫌ならその上で断ったっていいじゃないか。のりこ、ちょいちょいおいで。お座り。おばさんからも聞いたろうが、佐竹って言うんだがね、その男は。お父さんも会ってみたが、なかなか立派ないい男なんだ。あれならお前としてもまあ不満はなかろうと思うんだが、とにかくあさって行って会ってごらんよ。お前もいつまでもこのままでもいられまいし、いずれはお嫁に行ってもらわなきゃならないんだ。ちょうどいい時だと思うんだが、どうだろう。おばさんも大変心配してくれてるんだよなあ。でも私、うん、このままお父さんと一緒にいたい。そうもいかんさ。それはお前がいてくれりゃ何かにつけてお父さんだって重宝なんだが。だったら私このまま。いや、それはいかんよ。お父さんも今まであんまりお前を重宝に使いすぎて、つい手放しにくくなっちゃってすまんことだと思ってるんだ。もう言ってもらわないとお父さんにしたって困るんだよ。だけど私が言っちゃったらお父さんどうなさるの。お父さんはいいさ。いいって。どうにかなるさ。それじゃ私いけないわ。どうして。ワイシャツだってカラーだってお父さん汚れたまんまで平気だし、朝だってきっとお日におそりにならないわよ。うん、家ぐらいするさ。だけど私が片付けなきゃ、机の上だっていつまで立ってもごたごただし、それにいつかご自分でお炊きになった時みたいにお焦げのご飯毎日召し上がるのよ。お父さんのお困りになるの目に見えるわ。うん、だがもし例えばだ、そんなことでお前に心配をかけないとしたらどうだろう。仮に誰かお父さんの世話をしてくれるものがあったら。誰かって。例えばだよ。じゃあお父さん、小野寺のおじさんみたい、奥さんおもらいになるの。おもらいになるのね、奥さん。じゃあ今日の方ね。うん。もう決まってんのね。うん。本当ね。本当なのね。
来ないで。下行ってて。下行ってて。まあ、とにかくあさって行ってくれね。みんながお前のことを心配してくれてるんだから。いいね。行ってくれるね。頼むよ。いい天気だ。のりちゃん、なんて言ってるの？別に、何とも言わないんだよ。何とも言わないって、もうお見合わせんでから一週間にもなるのに。ご返事しないわけにもいかないわよ。うん、そうなんだがね。あんまりしつこく聞いて、こじれられても困るしね。先方じゃ大変乗り気なのよ。あの人ならのりちゃん、言うとこないと思うんだけど。うん、のりちゃんだって気に入ってんのよ。そうよ、きっとそうよ。また何だってのりちゃん今日東京なんか行ったの？のんきすぎるわよ、兄さんも。今日はどうしても返事聞いていかなきゃ。のりちゃん何時頃帰るって？さあ。兄さん、がま口拾っちゃった。これは運がいいわよ。きっとこの話うまくいくわよ。お前、届けないのかい？そりゃ届けるけどさ、だって縁起がいいじゃない。さあ行きましょう。どんな人だった？どんなタイプよ。太ってんの？ううん。じゃあ痩せっぽち？ううん。じゃあどっちさん？学生時分バスケットボールの選手だったんだって。ふーん。いい男？どんな人よ。おばさんはゲイリー・クーパーに似てるって言うんだけど。じゃあすごいじゃないの。あんた昔からクーパー好きじゃないの。でも私はうちに来る電気屋さんに似てると思うの。その電気屋さん、クーパー似てる？うん、とてもよく似てるわ。じゃあその人とクーパーと似てんじゃないの。何さ、ブツよ。でもあんたにしちゃ感心よ。よくやったわね、お見合い。いいじゃないの、なかなか考えるとこないじゃないの。言っちゃいなさいよ。今時そんな人ってめったに嫌しないわよ。言うとこないわよ。でも嫌ね。何が？お見合いなんて。贅沢言ってるわ。あんたなんてお見合いでもしなかったらお嫁に行けやしないじゃないの。だってそうじゃないの。じゃああんた好きな人ができたら自分で出かけてって結婚申し込める？そんな度胸ないじゃないの。赤い顔して
お尻もじもじさしてるだけじゃないの。そりゃそうだけど。見合いでいいのよ、あんたなんか。私は言えたけどさ。その代わり見てごらんなさい。ちっともよかなかったじゃないの。だいたい男なんてダメよ。ずるいわよ。結婚するまではうまいこと言って、いいとこばかり見せてるけど、結婚してしまうととっても嫌なとこばっかり出して見せんだもの。恋愛結婚だって当てになれしないわよ。そうかしら。そうよ、同じことよ。言ってみんのよ。嫌だったら出てくんのよ。平気よ、平気平気。とにかく言ってみんのよ。でにっこり笑ってやんのよ。すると旦那様きっと惚れてくるから、そしたらちょこっとお尻の下に敷いてやんのよ。まさか。そうよ、そういうもんなのよ。冗談だと思ってんの、あんた。そうかしら。そう、そういう顔すりゃいいのよ。うん、試してごらんなさい。きっとうまくいくわよ。のりちゃん遅いわね。うん。私また来ようかしら。もう少し待ってごらんよ。今度の日で帰るよ。そうかしら。いい返事してくれるといいけどね。大丈夫よ、のりちゃん気に入ってるのよ。そうかな。照れてんのよ。だいたい今時の娘にしちゃ旧式なのよ、あの子。そうかな。うん。あれでのりちゃんつまんないこと気にしてるんじゃないかしら。何？名前、佐竹さんの。佐竹熊太郎か。うん、熊太郎。いいじゃないか、熊太郎。強そうで。そりゃお前の方がよっぽど旧式だよ。そんなこと気にしてやしないよ。だって熊太郎なんて、なんとなくこの辺もじゃもじゃ毛が生えてるみたいじゃないの。若い人って案外そんなこと気にするもんよ。うん、それのりちゃん行くでしょ。私なんて呼んだらいいの。熊太郎さんなんて山賊呼んでるみたいだし、熊さんっていやハッさんみたいだし、だからって言って熊ちゃんとも呼べないじゃないの。でも何とか言って呼ばなきゃしょうがないだろう。そうなのよ。だから私クーちゃんと言おうと思ってるんだけど。クーちゃん。うん、どう。あ、帰ってきた。ただいま。ちょっと来たわよ。あれはね、確かそう。ただいま。お帰り。あ、お帰りなさい。どうなんだろう。私聞いてくるわね。おい。何？うまく聞いてな。大丈夫よ。あら、のりちゃんお帰り。ただいま。あの、この間のご返事ね、どうだろう。考えておいてくれた？ねえ、どう？ねえ、本当にいいご縁だと思うんだけど、どうなの？ねえ、どう？言ってくれる？ねえ、どうなの？ええ。言ってくれるの？ええ。そう、本当ね。言ってくれるのね。ありがとう。あちらそうご返事するわよ。じゃあ、いいのね。ああ、よかったよかった。これで私もほっとしたわ。どうだった？言ってくれるって思った通り。そうかい、そりゃよかった。じゃあ兄さん、私置いてまするわ。うん、ああ、よかったよかった。早速先輩ご返事しとくわ。ご苦労さんだったな。まだ間に合うわね、9時35分。少し急いだ方がいいよ。そう、これでもう私すっかり安心しちゃった。今晩からゆっくり眠れるわ。日取りのことやなんか、いずれまた私来ますからね。兄さんもついでの時また寄ってよ。行くよ。
やっぱりがまぐち拾ったのがよかったのよ。おお、それ届けときね。大丈夫よ、届けるわよ。じゃあ閉めないで帰ります。さよなら。あ、ありがとう。気をつけてな。ええ、さよなら。あ、さよなら。おばさん、今から行ったよ。そう。大変喜んでたよ。いいんだね、そう返事して。ええ。だけどお前、諦めていくんじゃないだろうね。ええ。いやいや、行くんじゃないんだね。そうじゃないわ。そうかい。それならいいんだけど。その中、お前よく寝られたかい？ええ。お父さんもよく寝たよ。目が覚めたらもう瀬田の説教だった。私も名古屋から前原まで知らなかった。いや、お待ちどう。よ、さっぱりしたよ。疲れたろ、のりちゃん。いえ、そんなでも。そうかい。しかし、よく出てきたね。うん。のりこがね、急にお嫁に行くことになって。そう。それで、お別れに遊びに来たんだ。そうかい。それはおめでとう。それはよかった。おめでとう、のりちゃん。おい。のりちゃん、どんなお婿さんだい？おじさんとどうだい？それは比べ物にならんよ。どっちだい？それはおじさまの方が素敵よ。そうかい。本当かい？ごちそうするかな、のりちゃんに。どうだい、今日昼。うん。行こうか、ひょうて。いいな。美佐子ものりちゃんに会いたがってるんだよ。そう？私もお目にかかりたいわ。その代わり、汚らしいのも来るんだよ。いいかい？京都はいいですね。のんびりしてて。東京にはこんなとこありませんよ。埃っぽくって。先生、
京都は時々おいでになりますの？いや、何年ぶりですかな。終戦後初めてですよ。そうですか。おじさま。ああ。のりちゃん、どうだい汚らしいの。いや、おじさま。聞かしとくれよ、感想。なに、お父さま、汚らしいの。うん、不潔なんだよ。ねえ、のりちゃん。歩いたな。お前疲れなかったか。いいえ。この前高台寺に行った時は萩が盛んでなかなか綺麗だった。明日はお前どうするんだい。十条の美佐子さんが来てくれるって。どこ行くの。なんだったら博物館へも行ってみるといい。ええ。出ようか。ええ、消しましょうか。ああ。ねえ。うん？私知らないで。小野寺のおじさまに悪いこと言っちゃって。何を。おばさまってとてもいい方だ。おじさまともよくお似合いだし。汚らしいなんて私言うんじゃなかった。うん、いいさ、そんなこと。とんでもないこと言っちゃって。本気にしてやしないよ。そうかしら。いいよ、いいんだよ。ねえお父さん、私お父さんのこととても嫌だったんだけど。しかし、よくのりちゃんやる気になったね。うん、あの子ならきっといい奥さんになるよ。うん、持つんならやっぱり男の子だね。女の子はつまらんよ。
せっかく育てると嫁にやるんだから。うん。行かなきゃ行かないで心配だし、いざ行くとなるとやっぱりなんだかつまらないよ。そらしようがないさ。我々だって育ったのをもらったんだから。そらまあそうだ。それ取ってちょうだい。うん。早いもんだね。来たと思うともう帰るんだね。ええ。でもとても楽しかった京都。うん。来てよかったよ。まあ贅沢言えばキリがないが、奈良へも一日行きたかったね。ええ。うん、これ。そんなことなら今までにもっとお前と方々言っとくんだったよ。これでもお父さんとはおしまいだね。帰ると今度は忙しくなるぞ。お前はお子さん待ってるだろ。明日の休校もいい塩梅に座れるといいがね。まあどこにも連れてってやれなかったけど、これから連れてってもらうさ。佐竹君に可愛がってもらうんだよ。どうした、どうしたんだい。あたし、うん、このままお父さんといたいの。どこにも行きたくないの。お父さんとこうして一緒にいるだけでいいの。それだけであたし楽しいの。お嫁に行ったってこれ以上の楽しさはないと思う。このままでいいの。だけどお前そんなこと言ったって。いいえ、いいの。お父さん奥さんをもらいになったっていいのよ。やっぱり私お父さんのそばにいたいの。お父さんが好きなの。お父さんとこうしてることが私には一番幸せなのね。お父さんお願い、このままにさせといて。お嫁に行ったってこれ以上の幸せがあるとは私は思えない。だけどそれは違う。そんなもんじゃないさ。お父さんはもう56だ。お父さんの人生はもう終わりに近いんだよ。だけどお前たちはこれからだ。これからようやく新しい人生が始まるんだよ。つまり佐竹君と二人で作り上げていくんだよ。お父さんには関係のないことなんだよ。それが人間生活の歴史の順序というものなんだよ。それは結婚したって初めから幸せじゃないかもしれないさ。結婚していきなり幸せになれると思う考え方がむしろ間違ってるんだよ。幸せは待ってるもんじゃなくて、やっぱり自分たちで作り出すものなんだよ。結婚することが幸せなんじゃない。新しい夫婦が新しい一つの人生を作り上げていくことに幸せがあるんだよ。1年かかるか2年かかるか5年先か10年先か、勤めて初めて幸せが生まれるんだよ。それでこそ初めて本当の夫婦になれるんだよ。お前のお母さんだって初めから幸せじゃなかったんだ。長い間にはいろんなことがあった。
台所の隅っこで泣いてるのをお父さん幾度も見たことがある。でもお母さんよく辛抱してくれたんだよ。お互いに信頼するんだ。お互いに愛情を持つんだ。お前がこれまでお父さんに持っててくれたようなあったかい心を今度は佐竹君に持つんだよ。いいね。そこにお前の本当に新しい幸せが生まれてくるんだよ。分かってくれるね。分かってくれたね。え、あ、ママ言ってすいませんでした。どうかい、分かってくれたかい。ええ、本当にわがまま言って。いや、分かってくれてよかったよ。お父さんもお前にそんな気持ちでお嫁に行ってもらいたくなかったんだ。まあ言ってごらん、お前ならきっと幸せになれるよ。難しいもんじゃないさ。ええ、きっと佐竹君といい夫婦になるよ。お父さん楽しみにしてるからね。そのうちには今晩ここでこんな話をしたことがきっと笑い話になるよ。すいません、いっとご心配かけて。いや、なるんだよ、幸せに。いいね。え、きっとなってみせますわ。うん、なるよ、きっとなれるよ。お前ならきっとなれる。お父さん安心してるよ。なるんだよ、幸せに。え、どうかと思ってましたが。ああ、いい塩梅だったよ、お天気になって。降られちゃ大変だからね。そうですね。君は新婚旅行どこ行ったっけ。湯河原でした。そう、のり子たちも湯河原行くんだが、あそこは駅からバスだけかい。いえ、ハイヤーもあります。そう、ハイヤーもあるの。ええ、先生、お二階で呼んでなせますですよ。あ、そう。お嬢さん、きれいにお支度できなさいましてね。まあ、いっぺん行ってみたいなせましよ。そうですか。じゃあ。いいお嫁さんになりなさいましたですよ。いや。あ、兄さん、もうお支度できたわよ。そうか。自動車来てるかしら。あ、もう来てる。そう。ご苦労さん。いや、どうも。ご苦労さん。いや、できたな。では私どもを先に。どうぞ。ではこれをお持ちしますから。すいません。亡くなったお母さんに一目見せてあげたかった。じゃあそろそろ出かけようか。え、途中ゆっくり行った方がいいからね。じゃあ兄さん、何かのりちゃんに。いや、もう何も言うことないんだ。そう。じゃあのりちゃん、行きましょう。
お父さん。長い間、いろいろお世話になります。幸せにいい奥さんになるんだよ。幸せにな。なるんだよ、いい奥さんに。さあ、行こうか。あやちゃん、どう？これで3杯目よ。うん。私、5杯まで大丈夫なの。いつか6杯飲んだらひっくり返っちゃった。そうかい。お前どうさ、先日小野寺先生とご一緒にお嬢様いらっしゃいまして。そうだってね。驚きましたよ。すっかりもう大きくならせて。ああ。今日お嬢さん。今、東京駅で送ってきたとこだ。嫁に行ったよ。さようですか。で、そのお帰りで。うん。それはどうもおめでとう存じます。あ、ありがとう。あ、そうか。どうもお参りいただきます。おじさま。ん？のりちゃん、もうどの辺かしら。うん。大船あたりかな。そうね。おじさまもこれから当分寂しいわね。うん。そうでもないさ。じき慣れるさ。そいちゃんどう？四杯目。え。ねえおじさま。ん？おじさま、奥さんおもらいになるの？どうして？だってのりこ気にしてたわ。一番そのこと気になってたらしいわ。およしなさい。そんなものをもらいになるの。ダメよ、もらっちゃ。いい？本当よ。ああ。でも、ああでも言わなきゃ、のり子はお嫁に行ってくれなかったんだよ。おじさま、いいとこあるわ。とても素敵。感激しちゃった。いいわよ、寂しくないわよ。寂しかったら、私時々遊びに行ってあげるわ。本当よ。ああ、本当に遊びに来てくれねえ、あやちゃん。行くわ。ああ、いい気持ち。はい、5杯目。おしまい。あやちゃん、本当だよ。本当に来てくれね。おじさん、待ってるよ。え、行く。きっと行くわ。私、おじさまみたいに嘘つかないわ。何？そんな上手な嘘つけないもの。しょうがないさ。おじさんだって一生一代の嘘だったんだ。
お帰りなさいまし。うん、ただいま。お嬢さん、ご無事にお立ちなさいましたですか。ああ、おかげさまで。さあですか。本当におめでとうございましたですよ。ああ、どうも、いろいろありがとう。いいえ。では、おやすみなさいまし。生さんによろしくね。じゃあ、おやすみなさいまし。ああ、おやすみ。